壁紙が荷物かなんか当たってこう剥がれてしまってるの、ここ。ここね。こんな風に。こんな風にね。ピローンって剥がれてるの、これ。ここも。でもここも。ここは浮いちゃってるな。それはもうカットしますか？ここ、これはもう、こう、汚いところはカットしたい。もうカッターかなんかあったらカッターでやったんやろうけど、今カッターないから。1ちょっとこれで、これね、サインつけたったかな。いいや、ちょっと商品名を見せよう。はい、簡単ね。粘着タイプシールです。なぜそんなに近づける。壁紙の上から貼るだけね。のりも何もいらない。でこれ、まあ前一遍使ったからね、使っても置いとけるから。で後ろはこういう風にマス目がついてくれてるんで切りやすい。今回はこの長さ、ここからここまでね、この長さがだいたいこれ1本分でいけるから、もうこれ1本分でいきます。で幅がこれでいくと2つでもいいんだけど、3つ分いきましょうか。3つ分切ってここに貼っちゃいましょう。でこれをここね、3つ分のここを切る。ハサミで、こんな風にできたので、あとは凸凹が出ないようにちょっと見といて、でこっちね、これ離して、これ裏テープと一緒ね、こうやって剥がせるからね。こうやって剥がして、でここにこういう風につけちゃう。はい、これで終わり。はい、これで終わりですよ。でここのデコボコのところね、ちょっと形作っちゃうけど、はい、これで補修終わり。簡単です。で、わ、ここがね、補修したって思うから、なんとなくね、こう、こんな段差あるように見えるけど、普段そんなには気にならないです。このパターンがね、こういう風なやつなので、気にならないので、使ってみてください。はい、以上です。お疲れ様でした。